はい、大日王子豊田店さんの昭和ケニサイ MS でサイズが34センチ、親子 SP ブッダです。お願いします。はい、親子 SP ブッダです。そうですね、紅が均一で、艶のある、紅をしています。そして何よりも、まあ紐模様はこう片方しかなく、この踊めも片方しかなく、足らない感じですが、しっかり、はい、爪が紅を避け、はい、こちらも反対側には大きい爪が今後出てくるような爪、があります。そして、この、背びれの元に、縦爪が入って、墨質がいいのがここら辺で分かると思います。まあ、この墨が、しっかり出てくると、非常に、バランスの取れたいい模様になってくると思います。はい、それでは横の方もお願いします。はい、はい、本当に綺麗に紅を下げて出てきてるんですね。はい、そして紅も、はい、こういう、薄紅というか、色の濃い薄いじゃなくて、この厚みの薄紅をしているので、均一の取れた非常に艶のある紅をしています。はい、はい、非常に大きな炭を持っています。はい、こちらも夏とから秋にかけて炭が出てきそうですね、しっかりね。そうですね、炭はまあ秋には、結構出てくる声だと思います。はい、そのあたりのこう変化もね、楽しんでいただける方法ですね。はい、またね、うちは井戸水じゃないんで、炭はね出やすい方じゃないんで、まあ井戸水だったり水道水だったりのお客さんのところに行けば、炭はうちより確実に出ると思うので、結構楽しみに帰る声だと思います。はい、そうですね、もう本当に水が変わるだけで炭が一気に出たりとかすることもありますしね。はい、はい、このあたりも楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。こちら大日王子城豊田店さんの昭和明けにさいメスでサイズが34センチ、親子 SP ブッダです。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。